未来っていうか、一期一会っていうか、三味線とはまあ中国で言うとこれ四弦なんで中弦っていう楽器ですね。字にもありますが、まあこんなお盆みたいな感じですね。それに近いです。ファドファドにしてあります。これでまあいわゆるコードが弾けないんですね。和音が弾きにくいんで、和音が非常に弾きにくい。これマイナーみたいなことにできます。ファドファドなんで、要するに5度4度みたいなコードですよね。まあ少し音もできますけど、まあね、だから例えば上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、こういうのもちょっと不思議かな。思い出す、まあ、こういうふうに探って、例えば2、4、5っていうことですね。フレットですね。まあ数字で覚えるって感じですね。こう開放で取るみたいな。でちょっとこういうことをやると、ね、こうちょっとマイナーコードだったり、あと逆に取るとディミニッシュみたいな、こういうことだね。まあこういうことだね。金とか。こう物語を語るには非常によくて、ある日おじいさんとおばあさんが山に芝刈りに行きましたみたいな感じですね。こういう物語が来る。でまあこれから可能性はいろいろあると思うし、まあビギンの人が肩書きなんで、ビギンの人とか、あるいは沖縄的なことをやってもいいと思うんですけど、まあ非常にこう可能性のある楽器ですね。で形から言ってもなんか中近東から伝わってくるような感じがしますよね。まあ、ウエスタンみたいな感じにはならないですよね。まあなんかそういういろいろいろんなことができる感じかなと思います。メロディー作ったりするのに今までにない発想が出てくる。いわゆるギターコードで弾いて考えてくる、どうしても歌謡曲になっちゃったりフォークソングになっちゃうんですけど、ギリアン、グリアン、ギリアン、ゲリアン、グリアン、ゴリアン、ゲリアン、ギリアン、ゲリアン、ゴリアン、まあ、インドネシアみたいなことやったりとかですね。まあ北方から来るのに合うか分かんないんですけど、サプライズ、サプライズ、チェルケビー、メナヘルダ、メナヘルダ、ホーリー、メナヘルダ、ホーリー、違うか。そうですね。メナヘメナメナヘラウリウリホ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 ウリ。まあ、今ちょっとブルガリアだったかグルジアだったかの民謡をちょっとね合わせてみたんですが、まあ北から来るものに関してもなんかなんじゃないかな。まあこういうオリジナル作っていくと
構そういうの Hey, you friend ってやつですね。なんかこう新しい民族というか、あ、世界の、まあ、平和というか世界音楽というか、なんかそんなことを考えながらやっていかれたらいかがかと思います。未来、まあ中元じゃない、なんだ、一期一会の普及版ですね、普及品版です。これを考えた人も素晴らしい。で、八重里さんが作ってますね。八重里さんちょっとこんなこと貼ってますけど、八重里さんが作ってます。非常によくできてます。スチール弦でやるステもあります。私はちょっと指がそんな強くないんでガット弦にしております。あ、もともとちょっとガットギター、ガットギターをやったってこともありますけどね。こんな感じで、ぜひ活用していただけたら、肌野から、関東唯一の盆地からですね、送らせていただきました、5月3日2024年4年です。新しい出発をしていきたいと思います。ありがとうございました。